暗闇の中、ヘッドライトの明かりを頼りに登っていきます。山頂に向かう登山道には無数のヘッドライトの明かりが連なっていました。随分と時間がかかって鳥居をくぐり抜け山頂に立ちます。といってもここ吉田口の富士山頂は最高峰じゃありません。最高峰の剣ヶ峰に行くには富士火口をめぐるお鉢巡りをしないといけません。お鉢巡りに歩き出した途端にあれだけいた人の波が消え、白いガスが周りを覆い隠します。そして剣ヶ峰に到着。さすがに最高峰で途切れなく人が来ます。ここが日本で一番高いところなんです。ここにはかつて富士山レーダードームが設置されていました。雲が薄くなり一瞬白い太陽が見えました。ご来光です。最高所の岩が一瞬白く光った気がしました。お鉢巡りをさらに進むと富士宮口の山頂です。一休みしてまた歩き出しました。ほぼ一回りすると下山道です。下山道はね、ブルドーザーが作業用に作った道を利用したようで、小砂利の急坂をジグザグに降りていきます。足に応える道です。6合目で登山道と合流し5合目、ここで富士登山競争に参加した大勢の選手たちと遭遇。悪天候と寒さのためにレースは5合目で打ち切りになったんだそうです。選手たちの間を歩いて無事5合目に下山。5合目は相変わらずの人出でした。